神戸港からドラの音が聞こえてきそうなロマンチックなムード、神戸の街。さあ神戸兵庫県立文化体育館特別試合第2弾、夢の対決、長州力対ジックス・マーテルの2度目の顔合わせが始まります。去年の10月の対決はフルタイム時間切れの引き分け。当時ジック・マーテル第34代 AWA 世界ヘビー級チャンピオンでした。そのジック・マーテルからの入場でございます。あれから1年、世界チャンピオンとして偉大なる経験を積みました。現在無冠ではありますが、まだまだ30歳の若さです。もちろん現世界チャンピオンのニックを脅かす選手として最有力でございます。さあ今夜長州に勝てば日本マット界でのマーテル株は一気に上昇します。ビッグマーテル先に登場。さあ長州力の登場だ。積極的に外人選手と戦った長州力、今や世界の長州力と言っても過言ではありません。さあ長州のビッグネームはアメリカマット界でも非常に有力です。今一番ビッグマーテルだ。スルーサーを通して世界を取ったマーテルだけに、長州としてはここはピンボール狙いは当然のことであります。体格的にもウェイトで10キロ上回る長州力。さあ長州の作戦は果たして何でありましょうか。慎重な表情、長州力。試合に続きまして、日本テレビなり番組提供スポンサーより上手中継に神様の贈呈でございます。神戸大会夢の対決、長州力対リック・マーテル、両陣営に読売テレビ、日本テレビ、そして番組のスポンサーから豪華な花束が贈られました。両選手の紹介でございます。元世界チャンピオン正統派バンガミアの秘蔵っ子リック・マーテル、長州力。シングルマッチでもベストバウトを期待したい長州力であります。両選手が紹介されました。今週の放送席は山田隆さん、そしてジャイアント馬場さんでございます。勝負は30分の一本勝負、長州対リック・マーテル戦2度目の対決、決着戦というドリームカードでございます。山田さん、なんとかこのリングの中で決着をつけてほしいですね。そうですね、体格的にもね、はい、さほど大きな差のない両雄ですから、はい、好勝負は必至ですね。いよいよ神戸決戦、ゴングが鳴りました。体格比較、長州力182センチ、120キロ、リック・マーテル183センチ、110キロ、上背では1センチ、リック・マーテル上回りますが、ウェイトでは10キロ、この長州力が上回っています。さあリードに乗りました。好試合を展開したいと思います。非常に熱っこい勝負の展開だ。共に日本カナダの実力者だけによりグレードの高いレスリングを希望したいと思いますが、馬場さん、やや両者持ち味は違いますね。そうですね、持ち味は違いますけどもね、そんなに違わないと思うんですよね。マーテルの方がね、若いですし、AWA のチャンピオンになったという経験、それで長州の方は AWA のチャンピオンだというね、現役のチャンピオンだということでね、動きは速いぞ、リック・マーテル。まずは回転エビ固め、ロープに押し付けてからの回転エビ固め、リック・マーテル、非常にスピードがあります。ブルーのトランクス、本当にキラ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 、光線に輝いています。非常に美しい肉体、リック・マーテル、誠に明るくハンサムなカナダっ子であります。馬場さん、アメリカそれからカナダマット界では最もセクシーな男というようなニックネームがあるそうですね、この選手。まあ、そうですかね、そこまでは分かりません。ああそうですか、はい、はい、アメリカの雑誌なんか読みますとそう書いてありますね、馬場さんね。そうですね、やはり女性ファンがね、はい、非常に多いということがそれを証明してるね。今ニューヨークのマット界ではこの全日本のマット上にも上がりましたダイナマイトキッドがいますからね。この選手たちと対決するとこれはドルバックカードになるでしょう。今キッド選手にね、このマーティン選手、これはもう本当にいい勝負だと思いますよね。そうですね。そして来年度はアメリカ、ニューヨーク仕込みで再び全日本プロレスのマットに踏み込んでもらいたい、そういう感じがいたしますが、さあ勝負の方の展開であります。長州力対リック・マーテル、全く目が離せません。さあおっと腕を取った、うまく後ろに投げ返します。リック・マーテルの新しい荒っぽい技であります。リック・マーテル28歳で世界チャンピオンになりました。カナダ・ケベックの出身であります。ご存知、昨年の10月の2日両国の国技館におけまして、世界マット界初の NWA 世界ヘビー級チャンピオン対 AWA 世界ヘビー級チャンピオンの世紀の一戦を日本のリング上で行った男、さあそのリック・マーテル、今度は俵返しで長州力が返していきます。柔道の技を駆使します。
山さん、この世紀の一戦を終わった後にリック・マーセルが残した言葉が非常に印象的だったんですけれども、世界チャンピオンはリング上で絶対に逃げない、世界チャンピオンは反則をやらない、世界チャンピオン、やっぱりお辞儀にね、はい、技の数なんかもかなり出てますしね。さあ、腕ひしぎ十字固めからどう逃れていくのか。リック・マーセル上になりました。左のパンチだ、パンチ一戦、すごい連打を見舞います。さあ、長州力もタジタジ。さあ、ロープに弾き飛ばされた。カウンターのエルボー、カウンターのエルボー、まともに当たりました。さあ、右の腕をさすった。そして今度は反対側のコーナーマットに押し付けます。そして、うわーっと対角線のように投げてきた。あっと、突進、突進したが、鎖骨が青い鉄柱にまともに当たってしまいました。鎖骨を痛めましたが、リックも当たる。さあ、長州力としてはチャンスだ。ここでリキラリアットを打った。カウンターになるか。おっと、エルボーだ。まずはエルボーを打っていきます。長州力、あ、やっと自分のペースが出てきた。そしてサソリがため、右足を振り込んでのことじゃダメ。さあ、どう逃れる。リック回せる、どう逃れる。地獄への洗礼であります、長州力。しかし、まともにはすぎません。リック回せる、なかなかいいディフェンスを見せています。左の足が余っている長州力であります。山さん、この両者の対決では、当然この両者ともに戦いました。タン・ハンセンという存在が大きく上と占めると思うんですけれども、リック・マーセルの方はご存知のように、去年の12月の29日セントポールにおきまして、ハンセンに世界を奪取されました。そして長州力は対ハンセン戦、過去何度も大激闘を展開しておりますけれども、4月の5日には PWA のベルトを奪還した。今やハンセンとこの長州力は肩を並べたというふうに言われております。このような過去の対ハンセンの試合から想像して、どうでしょうかね。まあ、そういう比較の仕方はね、あると思うんですが、はい、まあ、実力的にはね、本当に今接近してると思うんですね、はいはい、で特に今日はあのマーセルの動きがいいですからね、今のところ長州選手が攻められないでいるという形がありますね。そうですね。で今のサソリ固めもあそこまで持っていきながら、ロープに逃げられてしまった。これはやっぱりディフェンスのうまさと動きの良さですね、はい、ステップオーバーのトーホールド、いい攻撃だ。あ、レッグブリーカーです。レッグブリーカー。そしてまた、2パット落としてまいりました。リック・マーセル。馬場さん、リック・マーセル、隙がない攻めですね。そうですね。山さん、一つこのリック・マーセルとこの長州力の違いというのは、マーセルは長州にないもの、世界チャンピオンという大きな体験をしてますよね。そうですね。まあ、ただあの長州選手の場合は、はい、PWF という王座がね、うん、まあ、光っているし、はい、インタクタッグもあるし、そういった自信ですね、はい。まあ、両者ともに大きな共通点という意味では、ヘビー級のレスラーとしては格別、まあ、超ヘビー級のレスラーではあります。しかし山さん、この共に180センチ台の肉体をですね、小柄な肉体を主物にしてますね。そうですね。さあ、四の字固め、これはリック・マーセル得意技、なかなかね、あの自分のね、体というものをうまく使った攻撃、はい、これを見ててますよね。そうですね。だからこそ、ね、はい、だからこそスーパーヘビー級を相手にしても、はい、世界タイトルを取るとか、うん、そういう大事をやってのけられるわけですね。そうですね。まずはグランドでの勝負、サソリ固めを打ったのはもちろん長州力。しかしこれに対しまして、リック・マーセルが、足4の字固めを敢行いたしました。グランドでの展開は1対1であります。非常にスピードになりました。好ゲーム、長州力対リック・マーセル、まさに目が離せない、本当に素晴らしい勝負になってまいりました。過去1回の勝負は時間切れの引き分け。リック・マーセル、トップロープを思い切ってうまく使います。さあ、大きく揺れる3本のロープ、2ドロップ、2回目は失敗だ。さあ、ここで長州力が何を持っていくかだ。しかし足をケンケンしてますね。あ、ちょっと苦い顔だ。足に来てますね。左の膝のあたりをちょっと、苦しそうな顔で見ました。さあ、ブレンバスターか、ブレンバスター。さあ、大きく重心を乗せてブレンバスターが切って取ります。長州力、そしてカバーの体勢、長州力もやります。さあ、もう一回サソリ地獄へ誘いますが、完璧にはまだ入っておりません。さあ、ロープまではあと1メートルあります。リック・マーセルの両方の手、ロープまであと1メートル、ブルー陣内の勝負であります。いや、まだね、これ回転しなきゃ、おっと持ち上げましたね。ここでステップオーバーすると入るんでありますが、まだ不十分です、まだ不十分です。長州力、さあ、先ほどは足4の字固めを仕掛けられまして相当苦しみました。この長州力のサソリ固めは2度目であります。さあ、これが功を奏するかどうか。今ステップオーバーした。さあ、入ったぞ。苦しい、もがす、マーセルの表情、もがす、
マーセルの表情、馬場さんどうですか、入り具合は。まあ、あんまり入ってないようですね。まだ入ってない。はいはい、はい、そうですか。いわゆるグリッっていうね、あの最後に折る感じがなかったんでね、実は逃げられてしまいましたね。また足を取って、足を服して相手を倒した。再三ねじ込む。これはいい。終わった。それが決まったの。一的にいいですね。東京力の体勢、まだ腰、お尻が落ちてはいませんけれども、馬場さんどうぞ指摘してください。もうちょっとね、次を落とさなきゃいけないですね、はい、もう少し落としたい、はいはい、あ、それはね、降りないっていうのはね、やっぱりマーテルに足の力があるからですよね。そうです。いわゆるブリッジで逃れようとするリック・マーテルであります。バネがあります。30歳の若さ、リック・マーテル、現在無冠ではありますけれども、やはり山田さん、次期 AWA の世界チャンピオン、この男しかないですよね、AWA ゾーンは。そうですね。まあ、しかし今、はい、上州選手が諦めちゃいましたね。そうでしたね。さあ、フライングボディアタックだ。どこからでも飛んでくると、ヘビー級のフライングボディアタック。スルタをこれで破ったんです。本当に切れ味するといい。リック・マーテルのフライングボディアタックから、サイドスープレックかな、サイドスープレックだ。叩きつけた。さあ、後頭部から落っこった。そのまま片指に捉えた。リック・マーテル、あっという間に10分が経過してまいりました。場外乱戦は一度もありません。本当にクリーンな好ファイト、コルドレスリング。長州力対リック・マーテル。マーテルが今度は脳戦区有地を打ってまいりました。さあ、ホールに行く体勢、マーテルの方が山さん多いですね。そうですね、怖い選手ですね。怖い選手ですね。本当に怖い選手ですね。さあ、おっと、垂直落下式のバックドロップ。ここで大技を仕掛けてまいりました。長州力、テクニックの面で一つ上を行くのは果たしてどちらなんでしょうか。長州力も数々のオリジナルホールドがありますが、リック・マーテルまだ今一つ出してないのは、あのバンカニア譲りのスリーパーホールド、これが怖いんだが、満を持してまだ出しておりません。いつ仕掛けてくるか、リック・マーテル。あ、両者の動きが非常に速い。さあ、今度はおっとおっとバックスイーカーに取りました。リングの中央でいい距離を作った。いい距離を自ら作ってトップロープから飛び込んでいくだろう。さあ、いった。ダイビングヘッドバットか、ダイビングボディープレスか。ボディープレス失敗。ダイビングボディープレスは失敗。さあ、距離は良かったんだが、距離を見失ったのか、それとも長州力の動きが良かったのか。さあ、リキラリアットだ、リキラリアットだ、リキラリアットだ。いったー。神戸のお客さん大歓声、リキラリアットで粉砕が獲得。うわー、一発で止めてしまいました。いやー、驚いた。すごいですね。いやー、驚きました。リキラリアット一発です。元 AWA 世界チャンピオン一発で止めました。すごい長州力、男を挙げました。シングルマッチ結果11分21秒、最後は片襟固め。いやー、この一発で決まるとはちょっと考えられませんでしたが、まず馬場さんいかがですか。いや、マーテルがね、やっぱり自分からミスしたのがね、はい、最大の原因ですよ、敗因ですよね。ああ、そうですか、そうですか。あのフライングボディープレスが見事に決まっていれば展開は分からなかったですかね。そうですね、はい、そこを欠かさずリキラリアットを打った、この長州力の冷静な判断力も山田さん素晴らしいですね。ですからね、でもね、まあね、次またやったらもう分かんないですよ、やっぱり。あ、そうですか。これだけお互いに速い技を持ってますからね、はい。2回目の対決で決着をつけました。11分21秒、長州力、堂々今年最後のオブラックシングルマッチになるでありましょうが、リーグカード夢のカード勝利を収めました。